けましておめでとうございます。明けました。さあ始まりました、ゴリバラ見聞録2022ハッピーニューイヤー生放送スペシャルでございます。はい、もうね、ジャニーズファンの皆さん、なにわ男子から博多男子になりましたよ。ありがとうございます、ありがとうございます。まあ言いましてもね、ゴリプラキッズである勝野、亀梨君と、あと丸ちゃんね。そうね、あ、中丸君ね。そうそうそう、うん、バトンを得て来てますんで、はい、いやリアルフェイスっすね、ゴリさん。誰がリアルフェイスや。ギリギリでいつも生きてるから、ギリギリフェイス。どういう意味や、はい、やめてくれ。皆さんテレビが故障したわけじゃないですからね。そうですよ、よろしくお願いします。普通にこの3人がテレビに出てるということ。そういうことですね、はい、はい、でこのね、生放送スペシャルも今年で9回目でございまして、はい、でこのゴリパラ見聞録という番組はですね、僕らが依頼者から頼まれた目的地に行きまして、お望みの写真を撮ってくるといった旅番組でございます。はい、はい、今夜はですね、福岡だけじゃなく、テレビ長崎、鹿児島テレビの全国3局ネット90分生放送でお送りいたします。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがたいですね。だから福岡、長崎、鹿児島で今僕たちが映ってるということでございますよ。そうですね、ありがたいですね。はい、はい、さあということで2022年が始まったばかりでございますが、はい、今年のゴリパラ見聞録、ここで決意表明をさせていただきます。決意表明、決意表明、ゴリケンさん、はい、お願いします。お願いします。私は今年から前髪を下ろしていきます。どうでもいいわ、ゴリケンさん。初滑りですかね。初滑り、2022初滑り。あのトイレでこれ言うからというお達しがあったんですけども、斉藤さん、すいません。芸人だよバカ野郎。言うな、二度と言うなお前。最近見たんだ。お前それ、マジでブサイクやからな。その髪型。やめてくれ。マジでブサイクやから。いいですか。はい、じゃあゴリさん、スローガンの方お願いいたします。はい、きます。2020年の22年です。ごめんなさい、落ち着いて。ゴリさんだけタイムリープしてんのかな。落ち着いて、2022年向き合ってるね。大丈夫ですか。向き合ってるね。こっちになっちゃう。そしたらゴリさんしか見えないよ。あれ、そうだよ。向こうに見せて。え、ゴリさんだけ見るの。それもあの免許改伝もらった時の見方だから。ちょっと一回貸してごらん。ちょっと一回貸してごらん。巻物を見せれないタレントが売れるかね。芸人だよバカ野郎。言うな、ペペがやろう。あ、僕がやります。じゃあ、はい、すいません、ゴリパラ見聞録2022年のスローガンはこちら、リスタート。それやりたかった本当にね。はい、ゴリケンさんにリスタートしてほしいんだけど、この番組マジでリスタートしたいぐらいあるんだけど、はい、まあちょっとコロナ禍でいろいろとですね、まああのロケも制約があったりとか、はい、で10周年のイベントとかも全部できなかったんですよ。そうなんですよ。だからもう初心に帰って一から全部やっていこうと、ロケとかも偉そうにせず一からやろうということで、初心に戻ってね、はい、リスタートとさせていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい。そうということで、今年もですね、ツイッターでメッセージ募集しております。はい、番組の感想とかリスタートについてなどなど、そうですね、ハッシュタグゴリパラ、ハッシュタグゴリパラでツイートしてください。お願いいたします。お願いします、はい。さあゴリさん、この後は、この後は、とんでもない大発表、スマホ片手にお待ちください。とんでもないよ。決まりました。さあ生放送でお送りしておりますゴリパラ見聞録でございます。はい、それでは早速でございますが、いきますよ皆さん、大発表、はい、発表の方ゴリさんお願いいたします。わかりました、発表します。ゴリパラ見聞録 DVD 概念ゴリパラクエスト3月21日発売決定、ただいまより予約開始。よっしゃー。さあお待たせいたしました。すでにですね、はい、予約が始まっております。新しい DVD が出ます、セブンネットゴリパラで検索してください。お願いいたします。そうです、はい、今が、あなたにとっての運命のお時間です。夜が遅いぞ、夜が遅いよ若い衆。滑ったみたいにな
ったじゃねえかよ。いつも通り、いつも通り聞きたかったね。いつも通り要因です。1秒で芸人は死ねるんだからな。大丈夫ですよ、頼むぞ。さあ、ということで予約が DVD ガイデン、ゴリパラクエスト予約と書いてますが、気になるのは内容でございます。そうですね、どんな内容かちょっとギュッとしておりますんで、こちらご覧ください。どうぞ。ローソンでドラクエのくじ引きしてんだって。ドラクエのフライパンが出るまでやってきてくれって言われてる。あれは頼むぜ。うわ、スライム小鉢。フレグランスシート違う。頼むぞ。フェイスタオル。なんちゃダメだ。なんちゃダメ。今2番目でポーン。何の音だ。タガが外れました。お、来た来た、フライパン、フライパン、お、来た、お、来た、やったよ、マリちゃん。ゴールデンスライムのお皿出るまでやってくれてるんですよ。頼む頼む、来てでーす。おスライムナイトでしょ。絶対当たらもう、なんなん、もう腹立つ。ピーナナク。阿部ちゃん、頼む、カレキ。いやいやいや、バリが舐めるから。熱が。ここで俺がお前にリベンジだよ。売れてるよ。俺でもそれ欲しいのよ。え？え？え？キングスレ。やってる。出た！出た！この屈辱は忘れない。やられたらやり返す。バイ。いや。一丁目隠し。いやー、ということでありがとうございます。大人気のね、はい、くじシリーズ、はい、まあ、ドラクエくじ、はい、それもギュッとまとめた DVD を出そうということで。そうなんです、うん、はい、で1本は過去の DVD に入ってたんですけども、はい、全部まとめた方がいいだろうと思って、いつも、はい、だから4本入ってます、うん、通常音やが通常版が3本なんですけども、うん、はい、今回は前のやつも入れて4本ということで、はい、新作が3本と、はい、前に入ったやつ4本まとめたセット、はい、くじセットになっておりますんで、はい、しかもこの発売日が斉藤夫妻 その結婚記念日なんですよ。結婚記念日3月21日 3-2-1 GO で結婚しました。はい、3-2-1バンジーでした。すいません、そういう意味でもリスタートして、そういう意味でもリスタート。今考えるとそのバンジー紐ついてなかったね。そうなんです、紐なしバンジーで、紐なしバンジーでございます、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、うん、やっぱ気になるのは、はい、この通常版プラス特典映像でございます。そうなんです、こちらもですね、くじシリーズでございます、新作です。その特典映像、うん、こんな感じです、どうぞ。ありがとうございます。来ましたね、うん、ね、ありがとうございま す、はい、有料会員の皆さんですね。会員じゃないです。嫁の方から欲しいものがあるっていう緊急クエストが入ったの、うん、本当無理言って京都行きます。日本有数のパワースポットを巡って一発で行きたいんよ、パツイチ。これはビンビンパワーあるんじゃない。江戸の400年のまんま出た。あ、ビブデロ、ま、坂本龍馬先生と中岡慎太郎先 生。これは本当綺麗。どうも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 、パワー会長、初一で引かしてください。悪いな。ポロリポロリ。怒られる。グラスを右手に、はい、左手にパツイチを。はい、総長という方がいらっしゃって、俺はおちゃらけが嫌いや。なぜかというと、僕この格好してるんですよ。おちゃらけ爆発。
パワーがもう練り込まれてるね。本当に引くと思う。数少ない必勝の予感。臨病当社開鎮列祭戦、これが俺の、はい、パツイチ。オラさあ、ということでですね、わざわざドラクエのくじを引くために、はい、もうね、京都に行ってまいりました。最大のパワースポットで、パワースポットを巡って斉藤さんが一発で引けるかということでございます。パツイチ今ね、ごめんなさい、ただの下ネタジジイみたいな感じになるんです。はい、そんな、まあ要はあの、はい、名だたるパワースポットに行って貯めて貯めて貯めて、そう、今までもうほんと何十万も使ってるんですけど、はい、一発パツイチで引こうじゃないかという企画です。いや、でもちろんね、そのくじの結果も気になるんですけど、はい、もう今回あのアポを取ってですね、うん、世界遺産とか、うん、そう、そのあたりもこう回れたんですよ。そう、普通にそのね、うん、それがいいんですよね。そうなの、景色とか普通に京都のこう、はい、旅感覚になるから、うん、結構ちょっと世界でも売れるんじゃないかと思って、うん、ちょっと世界を意識したパッケージ、あ、パッケージ、 パッケージできてますか？作りました、はい、こちらでん、どう？ちょっとみんな見たことあるデザインやね。これいいやろ。なんかこういう雑誌があるよね。雑誌あったね。アメリカでこういう雑誌あるよね、うん、あるよね、はい、なんか海外で売れそうやろ、はい、ゴリさんが、僕坂本龍馬です、はいはい、私が土方歳三です。新選組ね、はい、ごめんなさい、ゴリさん、はい、僕も誰？日下元帥です。渋すぎません？吉田松陰先生の妹と結婚した草加元帥。草加元帥言うタイミングちょっと早すぎて聞こえなかったんですちょっとごちゃっとなっちゃって、ごめんなさい。草加、まあ、これがなぜ草加元帥なのかっていうのも、そう、この DVD 見ていただければ分かりますよ。はい、ということで、いいよねこれ、これめちゃくちゃいい、はい、星ポスター欲しい、これのね、はい、ただですね、うん、これだけじゃございません、はい、お待ちかね初回限定特典がございます。はい、さあ何がついてくるのかというと、こちら王先生に書いていただいたこちらのゴリパラステッカー、かわいいですね。はい、シールになってこれシールになっておりまして、はい、どの3種類あるんでどれが出るか分かりません。3つ集めた方がいいよね、お願いします。ということは最低でも3つを、まあまあまあ全部欲しいんだったらよ。なるほどなるほど、うん、1個でいいんだけどね、まあね。そしてこれだけでございます。これ裏をめくるとね、くじになって、今回まあくじということでペリペリペリと剥がせるやつになっておりまして、くじということは何か当たりとか外れがある、はい、これが例えばこうめくって、おお当たりました。お当たり、おこれ当たりが出ると、はい、なんとゴリケンちゃん、こちらドスンドーン、これです、はい、ゴリパラ金ジョッキが当たります。これむちゃくちゃいいよね、これ限定100個、いつもは黒なんですけども、はい、うん、限定で、100個作りました。お、はい、でそれが当たると、当たりが出たらもう即これが当たって、はい、で本当に限定なんで、はい、我々も持ってません。そうだから僕らにももう回ってこない、回ってこないぐらいレア、欲しいなら買って当たりを引くしかない、そういうことでございます、うん、本当にギリギリの数をということですね、はい、うん、でこれだけじゃございません、まだございます、さらにさらに購入していただいた人の中から抽選でこちら、はい、でん、思い出の地でゴリパラトークライブ、はい、あのですね、僕らゴリパラ初めてイベントしたのがですね、こちらでございます、博多大街倉庫じゃないですよ、サンパレスのね、サンパレスの地下でいつかサンパレスに上がりたいということで50名しか入れないとこでやったんですよね。で100旅記念でトークライブやったんですよ、はいはい、これがゴリパラのイベントの最 初一番最初リスタートだからもうね、そうリスタートということで初心に戻ってここでライブして、はい、1から50名のとこでやり直して、ここから国際センターまで持っていくと、うん、いうことでございますので、これの応募券ですね、応募券がイベントが当たるかもしれないということで、はい、で応募方法はですね、これは QR コード読み込んでいただければ、うん、これすぐ分かるということでございます、はい、よろしくお願いします、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さあということで特典映像に特典もりもりのゴリパラ DVD 外伝でございます。セブンネットゴリパラで検索してください。もうただいま絶賛予約受付中でございます、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれではゴリさん、はい、続いてのコーナーお願いいたします。続いてはゴリパラからの福袋、深夜にごめんね新春生電話。はい、さあということでですね、はい、事前にこれ募集していたんですが、
応募された方にですね、今からもう生で電話かけます、はい、でそれ電話出ていただくとやっぱり新年なんで、うん、豪華な福袋をプレゼントしようというコーナーでございます。なるほど、出るだけで、はい、で斉藤さん、これリアルに豪華なんですけど、中身の方をお願いいたします。はい、中身はですね、なんと、うん、DVD 全巻セットとサイン。よいしょ。これ総額いくらやっちゃうらしいよね。これあの今回発売のやつは入ってるんですけど、それまでの、1から9、そして、あの前出した9.5 の3本とサインをつけて、これ全部電話に出るだけでこれを全て差し上げるということでございます。ただルールございまして、5回コール、これ以内に出てください、うん、5回ね、コール5回以内に出ないと次の方に行くということでございますからね。これ時間が許す限り電話で、そうですね、何名もだから、そうです、ポイント全巻セット全巻セット全巻セットで行きますんで。なるほど、はい、結構しますからね、はい、じゃあちょっと電話かけてみましょうか、はい、きましょう。まず最初の方お願いしますよ。今スタッフの方がね、5回以内。これはもうお金配りですよ、我々も。前澤さん、前澤さん、本当にどうしちゃったんだろうと。お金ではないですけどね、うん、DVD 配り。さあ出ますかね。5コールです。1。もしもし。おー、もしもし、おめでとうございます。もちろん、サンキュー。あ、興奮してますね。当たりましたよ。あの、ごめんなさい、今ゴリパラ見てましたか？もう今めっちゃ見てます。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。お名前は？はい、お名前は？下の名前でもいいですよ。フルネームでもいいですか？フルネームでもいいですよ、別に。逆にですか？珍しいパターンですね。珍しいパターンだ、はい、フルネームでどうぞ。ああ、リサさん、まあ取り立てて普通の。いや、いいじゃないか。いいやん、いいじゃないか、別に。いいやん、それは。え、どちらからですか？どちら、福岡ですか？鹿児島です。あ、鹿児島から。え、鹿児島から。お、急に黙った、はい、誰と見てますか？誰と見てんの？一人いいんですよ。なんかいそうな感じだから余計寂しいけど、はい、キッズはだいたい一人って知ってますから。なんですか、はい、ちなみに、あ、誰推しですか？誰推しですか？斉藤さんです。ありがとうございます。ゴリケンさんの髪型どう思います？おい、一応聞いとこう。ちょっとないですね。じゃがじゃん。罰ゲームだろ。罰ゲームだろ。あの、今から福袋で、はい、あの、はい、全巻セット DVD あるんですけど、はい、ちなみに DVD の方はどうですか、持ってます？正直言って、うん、持ってなかったです。よかったよかった。じゃあせめて新刊、あの、新しいやつは予約しましょうね。そうね、予約します。セブンネットで、ね、うん、残り全部送るんで、はい、全部送るんで ね、うん、ね、揃わなきゃ、はい、全部揃えた方がいいから ね。セブンネットって、はい、あの、最初ね、会員登録しなきゃいけないですけど、大丈夫だから、すぐできますから。お願いいたしますね。すぐできますか。はい、よろしく。じゃあ今後ともゴリパラ見聞録よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。送ります。いや、見事ゲットでございます。頑張ろうぜ。さあ、ということでお知らせの後はすごいあの旅でございます。皆さん、チャンネルはそのまま。